かわいあすは、日本の AV 女優。元グラビアアイドル。身長は158センチメートル。足のサイズ24センチメートル。3E サイズは B88、W59、H89。T パワーズ所属。キャッチフレーズは、スマイルボイン。平成最後の神父。神奈川県出身。中学3年生の時に、胸の大きさが気になりだし。 それが嫌で鍋シャツを着て学校に通っていたという。2017年にグラビアアイドルとしてデビューし、同年12月18日の妄想マンデーで初のメディア出演。同番組内での水着の胸元に万歩計を挟んで揺れた回数を競うというコーナーに出た際、勢い余って水着が外れるという放送事故を起こしてしまう。ニップレスを着用していたことで、 バストトップを露出する事態にはならなかったものの、それが話題となったことでかえって自身の知名度が上がることとなった。2018年1月7日にネット動画サイト、素人 TV に、明日の19歳として出演し、アダルト動画デビュー。また、同年に発売された、週刊大衆や、朝日芸能で、ヌードグラビアを披露。2018年2月、プレステージから、 AV 女優としてデビューすることを正式発表。Amazon アダルトランキング DMM, R18 などネット通販で初登場1位を獲得。2019年3月1日、ファンザアダルトアワード2019最優秀新人女優賞にノミネート。5月12日に最優秀新人女優賞を受賞。2020年8月1日、GEOTV アダルトニュースメディアマン m 理想のおっぱいを持つ AV 女優は誰だアンケートで1位に輝く。2020年12月に発表されたフラッシュ2020年現役最強セクシー女優ベスト100読者投票総合第38位巨乳部門第6位。2021年4月に発表された朝日芸能2021現役 AV 女優セクシー総選挙で第18位。血液型は O 型。 趣味は、ホラー映画鑑賞。テレビで見た、桜マナをきっかけに、アスハナキララと、高カナメの影響で、セクシー女優に興味を持つようになり、AV デビュー後は、平成最後の神事一、平成最後の神事一の二つ目をつけられている。初体験は18歳で、交際中の同級生と終電を逃した際に入った、ラブホテルでのことだったが、 相手が小さすぎて感触がなかったという。このため痛みも快感もなく、果てる彼を見て経験したことを実感した。その後 AV デビューまでに3人の男性と経験をした。芸名はマネージャーが命名。ああ、いいすな、あすなと、テレビ関係者につけられたあだ名が由来。2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。